安倍智和は福岡県出身のプロバスケットボール選手である。富山グラウジーズ所属。九州三大府九州校では高校バスケ劇戦区の福岡にあって全国大会出場はならず。自分のプレー集をビデオにまとめ大東文化のコーチに送ったという逸話もある。大東文化大学では入学当初は B チームに所属していたが3年から主力 PG として活躍し、 4年では、関東インカレ初優勝及び全日本インカレ3位に貢献。優秀選手賞、得点王、ディフェンス王、3P 王、ミップの五冠を獲得する。卒業後、デラカムイ北海道に入団。大学時代のチームメイトである、竹野明林は、小学校時代からのライバル関係にあった。2015年6月、千葉ジェッツへ移籍。2018年6月、 富山クラウジーズへ移籍トレーニングのしすぎで、トレーナーからストップをかけられた、というエピソードが示す通り、ものすごく、ストイックなプロ選手の感とも言うべき人物。鍛え上げた肉体を生かして、相手チームの PG を、フロントコートから苦しめるディフェンスが武器。またボールハンドリングにも優れ、良質なパスを裁くこともでき。 さらに自らスリーポイントやドライブで点を取りにもいける正当派ポイントガードである。ありがとうございます。